俳優の上戸彩が25日、都内で行われた大阪ガスフィディッシュテレビ CM プレス発表に出席。日々の食事にまつわる悩みを解決する同サービスにちなみ、日頃の家事での悩みを告白した。ジョーゴは2012年9月にエグザイルヒロと結婚し、15年8月に第一子となる長女、19年7月に第二子となる長男、23年6月に第三子となる次男を出産した。仕事と共に3児の母として奮闘する毎日について全部助けてほしい。本当に手が足りないんです。子供が一人増えるとこんなにても時間も足りなくなるものかって、かっこ笑い。3人とも毎日やることが違うので、売れっ子3人組のマネージャーをやっている気分と苦笑いを浮かべた。食生活については、子供はすぐに体型やコンディションが変わってしまうので、しっかり見ていないといけないとし、野菜やタンパク質は多く取れるように意識しているとこだわりも。さらに朝ごはんはパパが作ってくれると明かし、その時には結構品数を作ってくれるんですと嬉しそうな笑顔を見せた。